とは現代日本語で重大な行動をを起こすす際の名目根拠自由を指す例、戦争の大義名分開戦自由受学の専門用語。一の由来だが一の意味は薄い。受学者が大義名分という四字の語句を使うことも基本的にない。大義、名分のように分けて言う方が多い。まさな名分を正すも参照。この記事では2を扱う。 儒教文化圏では、古くから、君臣、不死などの関係には、相応の責任、役割が付随し、それは、正当なる人臨の文言に基づいた、価値判断に基づいて成否が定まると考えられていた。このため、古来より現実及び過去の経験的、実証的知識の蓄積である史実と、海外外、是非善悪といった名分を組み合わせて、 大義名分のありさまについての議論が行われると、共に、これに基づいた倫理的価値判断をもって、現実の事象を評価することが試みられた。その理念的厳選は、孔子がまとめたとされる、春秋であり、そう、芝光の、史実眼や手記の、史実眼項目はこれを継承しようとする、試みであった。日本では、儒学者のみならず、国学者の間でも様々な説が、立てられた。 特にその延長上に位置づけられるのが幕末の尊王上位論である。ただし、尊王論も上位論も本来はうちに、君神の儀、外に、位の弁を強調するもので実際の政治体制と、直ちに対立するものではなかった。しかし、その価値基準は、個々の価値判断に基づくものであったから、社会の安定期には、儒教と皇室の権威に基づいた保守的な、 現状維持論に過ぎなかった、尊能上位論が、江戸時代後期の政治、社会の不安定期には一転して、政治の革新を求める運動に転化することとなり、山形第二の、流古神論や藤田有国の、ま名論のように、体制変革に踏み出す主張も現れるようになったので、ある。さらに幕末最末期すなわち、尊能上位運動終盤には、中岡慎太郎のように、 尊能上異論を外圧に対抗して国家の独立を維持するための理念と捉えて本来は排撃すべき異敵であるアメリカ合衆国の建国者たちの活躍をそのも半すべしと唱えるものまで現れるようになり現実的な内外認識に合わせて変革思想の合理的解釈と正当化のための理論武装として対義名分論が持ち出されるようになったありがとうございます